保守党は、王政復古期の通りー,ー党に起源を持つイギリスの中道右派政党である。正式名称を保守統一党という。以降20世紀初頭までは自由党と、1920年代以降は労働党と共に二大政党制を形成し、政権交代を繰り返している。2010年5月11日に成立した第一次、キャメロン内閣より政権与党にある。 現在は第二次、ジョンソン内閣である。正式名称の保守統一党は、スコットランドと北アイルランド以外ではあまり使用されず、通常は保守党を透明として使用する。国際民主同盟に加盟している。1830年代にロバート・ピールが、前身のトーリー党を自由主義的改革が時代の潮流であるとして、透明を保守党と改めた。 しかし、現在でも、党の属称として、トリーが使用されることがある。保守党の歴史は、通説では、党組織の連続性を確証しがたいため、名誉革命当時のトリー党まで遡ることは、できない。一方で、直接の起源は1780年代から1800年代に、かけてのウィリアム・ピットの支持者たちのグループに求められる。彼らの多くは、 ホイッグ出身であり、ショー・ピット自身もホイッグとして経歴をスタートさせたため独立派ホイッグと名乗っていた。この時期には、ピットの支持者たちは、トーリーと協力し、チャールズ・ジェームズ・フォックス率いるホイッグの一派と対峙する状況が生じた。1806年のショー・ピットの死後は、ホイッグ出身のピット派もトーリーを名乗るようになり、旧来のトーリーを含めて、 新しいトーリーが誕生した。ピット派に加えて、新しいトーリーの誕生に寄与したのが、ロッキンガム派のホイッグのメンバーであった。彼らのうちロッキンガム公爵死後の指導者であった、ポートランド公爵や、エドマンドバークといった、保守派の人々は、フランス革命への対応をめぐって、フォックスや、チャールズ・グレーといった他の有力者と対立関係に陥った。やがて彼らは、 フォックスラとは田本を赤地1794年から、ポートランド公爵が内務大臣として入閣するなど、ピット内閣に参加することとなった。ついで1807年にはピット派やトーリーの支持を得て、ポートランド公爵が主犯となる内閣が成立し、これが新しいトーリーの最初の政権となった。この保守党の直接の祖先であるピット派もしくは、 新しいトーリーは1783年の第一次、ピット内閣成立から1830年まで、短期間を除いて一貫して、政権を担い、特に、リバプール伯爵は1812年から1827年まで15年に、渡って、首相として安定した政権を維持した。しかしこのリバプール政権の末期には、カトリック解放問題をめぐる党内の対立が、 現れ始めた。リバプール伯爵の後任は、カトリック解放に、積極的なジョージ・カニングであったが、解放反対派は、カニング内閣への協力を拒否した。内閣は、カニングの、突然の死によって短命に終わり、カニング派のゴドリッチ死爵の数ヶ月余りの内閣を、経て、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが1828年に首相に、就任した。 その後1830年には議会での不信任決議案の可決により、ウェリントン公爵は首相を辞職し、23年ぶりにグレイ伯爵率いるホイッグに政権を明け渡した。この関東内対立の焦点であったカトリック解放問題は、ウェリントン内閣の下でカトリック解放令が成立したことにより解決したものの、ウィリアム・ハスキソン、パーマストンシャクラ・カニング派は、 党内で孤立を深めた。その結果カニング派はトーリーを離れて、グレー内閣に協力することとなり、やがてホイッグと合流した。一方分裂後のトーリーでは、貴族院では、ウェリントン公爵が、庶民院では、第二代順番爵、ロバート・ピールがそれぞれ指導的な役割を果たしたが、この両者、特にピールによる尽力が、 トーリーから保守党への移行に決定的な役割を果たした。保守党が誕生した正確な年代を特定することは困難である。すでに1820年代にはジョージ・カニングが自らの政治的立場を語る際にトーリーの語を避けてコンサーバティブと表現している。しかし保守党の誕生は1830年代の 組織改革の結果と一般には考えられている。まず1832年の第一次選挙法改正に際しトーリー議員を中心とする反対派がコンサーバティブと自ら名乗るようになった。同時期にはカールトンクラブが党に所属する議員をメンバーとするクラブとして発足し議員の組織化が図られた。さらに1834年にロバート・ピールが 自らの選挙区の有権者に対してタムワースマニフェストを発表したことも重要な転機である。タムワースマニフェストは必ずしも党のすべての議員に受け入れられたわけではないが少なくとも幹部層の間では党の方針であると暗黙のうちに了解された。こうして議会内の組織として政策的選考もしくは考慮を共有した。 近代的な政党としての保守党が確立された。こうして誕生した保守党による最初の本格的な政権は1841年に成立した第二次ピール内閣であった。ピール内閣は内政面でタムワースマニフェストにも現れた自由主義的な路線に沿って政権を運営してきたが1845年に生じた。 穀物法廃止問題で危機に直面した。穀物法こそは、ナポレオン戦争後のイギリスの保護主義政策を支える法案のうちで最重要のものであり、したがって、同法の廃止は、通商政策の保護貿易から自由貿易への転換を意味していた。穀物法廃止賛成派は閣僚及び、党幹部の間では多数を占めていたが、農業に利害を持つ、 地主貴族の多い一般議員も含めた、党内全体では少数派であった。保護貿易派では、ベンジャミン・ディズレーリアジョージ・ベンティンク卿といった若手議員が活発に運動を行っており、彼らは陸軍大臣権植民地大臣のスタンリー卿をリーダーに担いだ。結局、党内調整に失敗したピールは地位を固めるが、ホイグ内の対立により、 後継内閣の組閣のめどが立たなかったため続投、1846年にホイッグの協力を得て穀物法の廃止は達成された。ここに至って自由貿易派と保護貿易派の対立は決定的になり自由貿易派は離党しピール派と呼ばれる新党を結成した。ピール派の離党は保守党に大きな打撃を与えた。以前の党幹部で 閣僚経験の豊富な政治家の多くが離島組に含まれていたからである。1852年にダービー伯爵が組閣した際には13人の閣僚のうちダービー伯爵自身を含む4人のみが以前に閣僚の経験があるという状態であった。また1874年に至るまで議会で過半数を握ることはなかった。その中で党首を務めた。 ダービー伯爵は、党組織の再建に尽力するとともにピール派との再統合を試みた。そのピール派は1850年のピールの守護も、独立した政党として活動したが、1852年には、自党のアバディーン伯爵を主犯にホイッグを呼び、急進派と連立内閣を成立させるなど徐々に、ホイッグ寄りの立場を取るようになった。1859年には、 ホイッグ、旧進派と共に自由党を結成し合流することで、ピール派はその歴史に幕を閉じた。保守党の統制の回復は新たに、政治参加を始めた労働者階級を取り込むことによっても図られた。第三次、ダービー内閣では、参政権の拡大が課題となり、ついに1867年度内閣の下で、 都市労働者にも選挙権を与える第二次選挙法改正が実現した。翌年ダービー白爵は引退し、ベンジャミン・ディズレーリ、首相在任、1868年、1874年から1880年、が公認の首相に就任した。1868年の総選挙で保守党が自由党に敗れるとディズレーリは辞任し、 代わって自由党党首のウィリアム・グラッドストンが組閣した。以後選挙を通じた二大政党間の政権交代が定着することとなる。ディズレーエリの時代には1870年に保守党、中央事務局、コンサバティブ、セントラルオフィスが設立され、全国に司法組織が確立されるなど、党の主に議会外での組織化と党首の権限強化が進んだ。 キズレーリは1874年に政権に復帰し、1880年の総選挙敗北の後1881年に死去した。その死後しばらくは、貴族院のソールズベリー公爵、庶民のスタッフォードのオスコートの二等体制が続いたが1885年までに、ソールズベリー公爵、首相在任、1885年から1886年、 1886年から1892年、1895年から1902年が党首として党を掌握し、同年首相に就任した。1886年にはアイルランド自治を推進するアイルランド議会党の支持を得て、自由党の第3次グラッドストン内閣が第1次ソールズベリー内閣に代わって成立した。グラッドストンは、 早速、アイルランド自治法案を議会に提出したが、この自治問題は自由党を二分することになる。ついにハーティントン公爵とジョゼフ・チェンバレンに引きられた、反対派は自由党を離れて、自由統一党を結成した。続く総選挙で保守党が第一党となると、リベラルユニオニストは保守党への格外協力を決め、第二次ソールズベリー内閣が成立した。 以後両党は、ユニオニズムを旗印に選挙協力などを通じて一体化して、いくが、正式な合併は1912年を待たねば、ならなかった。ただすでに1886年12月には、第二次ソールズベリー内閣の大倉大臣を、務めていたランドルフ・チャーチル教の辞任に伴い、リベラルユニオニストのジョージ・ゴシシシェンが、公認に就任。 その後1895年には連立政権に移行した。この自由党の分裂取り党組の保守党との協力関係の確立は保守党の自由党に対する優位をもたらし、ソールズベリー公爵による通算13年にわたる安定した政権運営を可能にした。1902年にソールズベリー公爵が引退すると、再び通商問題をめぐる対立が、 保守党を揺るがした。すでに1850年代に、ダービー伯爵の指導のもとで保守党は、保護主義を放棄し自由貿易支持に転換していた。しかし20世紀に入ると植民地大臣を務めていた、チェンバレンが、関税改革を提起した。この関税改革は特に製造業におけるアメリカや、ドイツの企業との激しい競争を背景に、 いわゆる帝国特権関税の導入を図るものであった。帝国特権関税とは、イギリス植民地や自治領間では定率の関税を採用するものの、それ以外の国や地域との間には効率の関税を課すものである。チェンバレンの提起する関税改革は、イギリス製造業の保護や関税収入を様々な、 社会改革の財源に充てることを目的としたものであったが自由貿易からの逸脱であることは明確であり保守党内で物議を加盟した。デボンシャー公爵や大倉大臣を務めていたチャールズ・リッチー前大倉大臣でソールズベリー公爵の側近だったサーマイケル・ヒックス・ビーチ順断者ラは自由貿易の維持を唱えチェンバレンに反対した。両派は 様々な運動を展開し、改革派は、関税改革同盟を自由貿易派は、自由食料同盟をそれぞれ設立して、対立は徐々に激化した。首相で党首のアーサー・バルフォアは、将来の関税改革は否定しないものの当面は、自由貿易を維持するという曖昧な態度をとり、党内の対立を収集しようと図った。さらにバルフォアは1903年、 チェインバレンとリッチーを含む自由貿易派の閣僚3名の双方を辞任させる措置を取ったが、対立は収集されず1905年に辞任を余儀なくされた。一方の自由党は、ヘンリー・キャンベル・バナマンの下自由貿易用語で団結し、その結果1906年の総選挙では圧勝した。他方保守党は、党首のバルフォアが落選するほどの惨敗で打撃を、被った。 保守党は、キャンベル・バナマン、HH ・アスキスの2代の自由党内閣の下での9年間の野党経験を経て、1914年に第一次世界大戦が勃発したことに伴いアスキスの巨国一致内閣に参加する形で政権に復帰した。この間1911年には落選後1906年のシティ・オブ・ロンドン選挙区の補欠選挙で復帰していたバルホアに、 代わって、アンドルー・ボナーローが、党首に就任した。1916年には戦争指導をめぐって、閣内対立が生じ、保守党は、デイビッド・ロイド・ジョージら首相批判派に同調した。その結果、アスキスは辞任し、ロイド・ジョージが、公認に収まった。1918年の戦争終結後も保守党は、連立政権を維持したが、 自由党の方は連立継続をめぐって、ロイド・ジョージの連立派とアスキスの野党派に分裂した。この結果ロイド・ジョージ派は単独では、庶民人での過半数を失ったため保守党に、政権の基盤を依存せざるを得なくなった。一方の保守党では、党首のボナーローが病気のため1921年に、辞任し、連立維持に、 積極的なオースティン・チェンバレンが公認となった。1922年に、ボナーローとスタンリー・ボールドウィンは自由党との連立政権の崩壊を主導し、保守党党首に返り咲いたボナーローついで、スタンリー・ボールドウィンが保守党単独政権を組閣したが、1923年の総選挙で保守党は、 第一党を保持したものの、自由党の格外協力を取り付けた、ラムゼー・マクドナルド率いる、労働党政権が誕生した。この初の労働党政権は、ジノビエフ所管事件などのため、同年の総選挙での敗北で崩壊した。再び保守党のボールドウィンが組閣したが1929年に、労働党に再び総選挙で敗れてゲアした。 しかし、労働党のマクドナルド内閣はこの年起こった、世界恐慌への対応策として、年金削減等を行ったことで労働党から除名され、1931年マクドナルドは、自由党、保守党を加えて労働党を除いた、国民政府と呼ばれる内閣を組閣し、1935年まで続いた。1935年に、マクドナルドは病気引退し、 ボールドウィン、ついで1937年には、ネビル・チェンバレンが国民政府を継承し総括した。しかし、チェンバレンは独裁者のアドルフ・ヒトラー総統を率いる、ナチス・ドイツに優和策を取り続けた結果、ポーランド侵攻を招き、第二次世界大戦が始まった。1940年に、フランスの敗戦が明らかになるとチェンバレンは退陣した。かわって、 ウィンストン・チャーチルは保守党、労働党、自由党からなる巨国一致内閣を組閣し、そのリーダーシップで第二次世界大戦を戦った。しかし、第二次世界大戦の第ドイツ戦勝利後の1945年、イギリス総選挙で労働党に敗北し、チャーチルはゲアして、クレメント・アトリに首相の座を明け渡した。 1975年イギリス保守党党首選挙では、初めての女性党首、マーガレット・サッチャーが誕生した。1979年イギリス総選挙でサッチャーは、労働党のジェームズ・キャラハン政権を退陣に追い込み、同年5月4日に、イギリス史上初の女性首相に就任し、1990年11月28日に、辞任するまで、 在任期間11年と208日間という20世紀以後では、最長かつ、歴代首相では7番目の長期政権を築いた。彼女は、内政では、サッチャリズムと呼ばれる新自由主義政策を実施し、外交では、フォークランド紛争などで成果を残した。1990年イギリス保守党党首選挙では、ジョン・メイジャーが当選し、サーチャーの後任についた。 ニューレーバーを標榜する、労働党のトニー・ブレア政権下で、中流階級の支持は労働党や自由民主党へ流れ、支持層がイングランドの富裕層に偏るなど、統制の衰退が指摘され、2005年、イギリス総選挙では、スコットランドで一議席しか獲得できず、一時は、報道機関に、保守党は死んだとまで書かれるほど深刻な状況に陥った。しかし、 総選挙の敗北を受けて行われた党首選挙で39歳のデイビッド・キャメロンを選出したことで徐々に党勢の立て直しに成功した。複数の世論調査の支持率で労働党を逆転した。2006年に行われたイギリスの統一地方選挙では1992年以来最高となる316議席を獲得した。 2007年に誕生した労働党のゴードン・ブラウン政権の支持率が低迷する中、翌年3月の支持率調査では20年来で最高水準となる16%の差をつけてリードした。同年がきの金融危機では政権批判を強めたが既存の金融エリートと保守党との深いつながりから支持率が伸び悩むなど、 旧来の支持層との関係において依然として困難な課題を抱えていることを露呈した。世界金融危機後は政策の保守色を薄めて中道化し、2009年に入って支持率に労働党と再び二桁の差をつけるなど政権奪還に向けて構成を強めた。2010年イギリス総選挙では一時は自由民主党が世論調査でトップに躍り出たが、 終盤になって保守党は優位を固めた。選挙の結果保守党は13年ぶりに第一党を脱回したが、単独過半数には届かなかった。このため議会は単独過半数を制する第一党が存在しないハングパーラメント状態となり、第三党の自由民主党との連立政権樹立で合意した。同年5月11日に第一次キャメロン内閣が成立し、 デイビッド・キャメロン政権が発足した。そしてキャメロン政権は、財政健全化のために緊縮財政、増税、福祉、公共サービスの削減に取り組んだ。しかし景気は一向に上向かず、若年層を中心に不満が爆発した。国内で暴動が頻発し、警官隊と市民が衝突する異常事態となった。2012年5月に迎えた、統一地方選挙では、 連立を組む自由民主党とは合わせて700議席以上を減らして惨敗し、対する労働党は800議席以上を増やして圧勝した。2015年イギリス総選挙前の世論調査では、概ね労働党と支持率が並んでいたものの、実際の得票率では6.5ポイントの差をつけて、単独過半数を制した。この結果自由民主党との連立を解消し、 保守党単独政権となった。ヨーロッパ連合離脱、ブレグジットコビッナインティーン2 0 1 6年6月の、イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票で、離脱票が、残留票を上回ったため、残留派だったキャメロンは、首相、党首を辞任し、それによって実施された2016年イギリス保守党、党首選挙では、内務大臣だったテリーザメイが、党首、 首相となった。2017年に、ペリーザメイ首相は、統制の拡大を狙って、会員の解散に踏み切り、総選挙が行われた。解散時の世論調査では労働党を、支持率で大きく上回っていたが、選挙期間中に支持率が、労働党と逆行抗するようになり、実際の投票結果は、改選前から議席を減らして、単独過半数を下回る一方で、 労働党も過半数を獲得できなかったため、再び、ハングパーラメント状態となった。なお保守党は北イルランドのユニオニストウ派政党である民主統一党の協力を得て、政権を維持しようとし、6月26日に保守党は民主統一党の格外協力を得ることで、正式合意した。しかしヨーロッパ連合との離脱交渉を経た。 協定案を議会に承認させることに失敗し、2019年6月に、名首相は党首及び首相辞任を表明した。党首選挙の結果、離脱強硬派のボリス・ジョンソン前外務、英連邦大臣が新党首に就任した。2019年7月24日に第1次、ジョンソン内閣が成立した。9月に、 ボリス・ジョンソンに保守党から議員21人が増反し、除名された。2019年にイギリス総選挙では、得票率43.6%で365議席を獲得して第1党を維持する。同年12月13日に第2次、ジョンソン内閣が成立した。なお、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の対応に追われている。 低所得層や都市部出身者、若年層からの支持が多い労働党に対して、保守党は、歴史的に、中間層や富裕層及び、中高年層、特にイングランドの地方都郊外の有権者からの支持が、多い。また、労働者階級に属する、投票者の3人に1人が常に保守党に、投票してきたなど、国民の幅広い層から支持を受けている。 EU 離脱の是非を問う国民投票以降は伝統的に労働党を支持してきた労働者階級に働きかけることで統制の拡大を図っている。選挙区結社を最も基本的な組織単位とし、それら選挙区組織代表約5000人が毎年10月開催の全国連合年次大会に出席する。また、選挙区組織は全国党本部と連携して、 会員議員候補者を選出し、投資金を集める。労働党や自由民主党の場合と異なり、全国連合の年次大会や、その執行機関は、政策形成の役割を持たない。党首は、重要問題について、決定や、中央本部、党調査局、党政治センターなどからの報告を受け、政策決定を行う。また、 影の内閣の閣僚任命も党首によってなされる。かつて党首は、長老指導者たちや国王も交えた人々によって、密室で選ばれていたが、2021年現在では、議員による投票で立候補者を二人まで絞った後、全国の保守党員による決選投票を行う公選制が確立されている。保守党は一国保守主義を筆頭に自由保守主義、社会保守主義、 サッチャリズム、伝統保守主義、新保守主義、欧州会議主義、親欧州主義、キリスト教民主主義、地域主義、そして緑の保守主義など様々な内部派閥や、イデオロギーを抱えている。一国保守主義は1970年代に、サッチャリズムが台頭するまで党内で、支配的地位にあった思想である。元首相のスタンリー・ボールドウィンや、ハロルド・マクミラン、 エドワード・ヒースラが属していたとされる。名称自体は同党元党首、首相であるベンジャミン・ディズレーリに由来する。一国保守主義者は、社会的結束を信じ、各種利益団体、階級、そして近年では、様々な人種や宗教間の調和を維持する、社会制度を支援している。一国保守主義者はしばしば、エドマンド・バーク及び彼の市民社会の重視を、 社会の基盤とし、あらゆる急進的な政治に反対している。欧州連合に対する見解は一国保守主義者の間でも割れており支持する者もいれば強固に反対する者もいる。経済的自由主義派の中でも、市場自由主義者は1975年にマーガレット・サッチャーが党首に選出された後、党内で支配的地位を占めるようになり、 このことからサッチャリズムとも呼ばれている。彼らの目的は経済に対する政府の役割を削減することであり、これを達成するため、直接税の減税や国営企業の民営化、福祉国家の規模と範囲の縮小を支持している。社会政策については、派内でも異なる見解があり、サッチャー自身は社会保守主義的で、成功会を実践してきたが、 市民的リバタリアニズムから伝統保守主義まで幅広く存在している。ありがとうございます。